こんにちは、ドラムスです。今回は鋼鉄モラルにフリーズ艦隊使っていきます。前鬼滅のコラボのギウさんが、まあ、ここぶっ壊してるっていう、まあ、僕は動画上げてないんですけど、ギウさんもモラル壊してたんですけど、まあ、そのさらに上に行きましたね。まあ、ギウさんはレーザーで、まあ、壊してたんですけども、まあ、まあさらに壊してるっていうのはやっぱ、まあ、みんなのご存知の通り、このフリーズのメテオとこの友情でほぼ全処理というか雑魚がほぼ溶けていくという感じですね。ほんで今僕はアイテム使ってるんですけども、今のモラルなんですけども、モラルのこの防御力ダウンしたら、はい、そしたらですね、まあこの友情当たるだけで、まあ、このくらいの火力が出てしまうと。なのでモラルが防御力ダウンすると友情を 3つ拾えば、まあ、ほぼ突破できる可能性があるよと。はい、ただ今僕艦隊でやってるんですよね。なので艦隊でやるとやっぱ艦戦技が死ぬほど痛い、うん、死ぬほど痛いので、そこは回復しつつ気をつけないといけないとこ。感染切りが痛いので、やっぱ感染切りからは結構いっぱい食らうとやっぱやられてしまうので、ただそれ前に突破すれば、フリーズは SS 溜まればまず強いので、まあ弱点に当たればもう強いし、てか弱点に当たってモラルを沈めれば、麻痺させて沈めれば感染入り来ないんで、はい、でここは休憩タイムですね。はい、そしたらもうあと優勝を当たっていくだけ。まだ2分台よ。はい、ボスで3分台ですね。はい、そしたらとりあえずこの鎧みたいなやつを当たって、ユーザー当たって、はい、2体同時処理で HP のフリーズが SS 溜まりそうなので、 そしたら、はい、防御力ダウンします。で次感染切り来るので、感染切りをまあ気をつけて回復しながらいかないとちょっとまずいですね。はい、大体2万くらいかな、大体2万くらい持っていかれるんで、めっちゃ痛いんですよねこの霧が、かつ艦隊だからな。はい、なのでモラルには沈んでもらいたいと思います。これ迷いましたね。 SS2 使ってまひらせるか、ただミスったらなっていう、ただ感染切りかな、ほんとマジ痛いんですよね。はい、
したら、とりあえず他のフリーズたちも SS 貯めたいんで、まあ、下ってますけど、まあ、そうそう突破しないともうまずいよと。でここでもう使っちゃいましたね僕は SS。はい、ここに示すがよい。そしたら2P のフリーズかなり飛ばしてますね。やっぱ防御ダウンしてる、してて友情入るとやっぱモラルにめっちゃ火力出るんすよね。やっぱはい、そしたらラスゲですね。そしたらラスゲはもう普通に友情当たって倒していくだけですね、雑魚たちは。ただ一番嫌なのが下弱点、弱点が下に来た時、下弱点来た時がめっちゃ狙いづらいかなって感じました。左弱点右弱点の時はめっちゃ狙いやすいんですけども、左弱点ちゃうわ、左弱点右弱点の方が狙いやすいけど、 下弱点の方が結構狙いづらいかなって思いました。まあなぜかというとこのビットンが邪魔なんですね。ほんと下手して下に弱点狙ってこのビットンに当たったら無駄なので、 SS がなので下弱点より左右弱点の方がまあ楽なんじゃないかなって思いました。狙いやすいかなって思いました。はい、で上の魔導士みたいなやつがバイタルキラー乗るので、ワンパンで倒しますね。はい、キラー、はい、ボン。はい、ということで今回の豪絶モラルにフリーズ艦隊を巻いてみたい、まあ、いいねと思った方は高評価チャンネル登録お願いしますということで、あのフリーズ強えなって思った方はグッドお願いします。ぜひぜひね、ツイッターもやってますので、ツイッターでもマルチやってますのでぜひよろしくお願いします。終わります、バイバイ。